どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。えー、本日は、ANA のね、特マイルキャンペーンが、えー、今日発表されましたんで、路線をね、紹介していきたいと思います。で、えー、予約期間が10月の9日から15日まで。で、えー、実際の登場期間が10日から16日までとなっております。で、先に注意事項ですね。毎回言っておりますけども、えー、ANA のね、この、この手のキャンペーン <laughs>。 あの ANA マイル、えー、タビマイルキャンペーンもですね本来の ANA マイル数からちょっと減額されてね、えー、利用できるっていうことなんですけども、えー基,本えー、基本的に基本的にていうかあのー、こういう系のキャンペーンはね全部インターネットのキャンペーンですので、えー、PC もしくは ANA のアプリからね、えー、予約で発券までね完了すると、えー、実際にね 少ないマイルで行くことができます。これがね、デスクに電話して、えー、予約すると、えー、普通のマイル数で、えー、減算されますんで、えー、気をつけてください、えー。それではね、対象路線見ていきたいと思います。で、えっ、ー、とね、結構路線があるんで、図をバンと出しておきますねで、ちょっとこちらで見てくださいね。で、今回の、えー、路線も、えー 9月のね、末に、えー、最後に、9月の一番最後にね、出た時、東京、札幌ってありましたよね、羽田、札幌。まあ、今回も、えー、ま、成田には切り替わってるんですけども、札幌路線ありますんでね、あの、まだ10月。まあ、そこまで極寒でもないと思いますんで、えー、北海道旅行ね、ぜひこのタイミングで、えー、検討されてみてはいかがでしょうか。大人一人ね、9000マイルで往復ができますんで、まあ、 ご夫婦でしたら1万8000マイルでね、あの、往復で行きますんで、ここはね、相変わらず、相変わらずって言ったらなんか <laughs>、いい意味じゃないみたいですけども、えー、おすすめの路線となっております。あと、えー、東京・北海道路線が結構ありますね。串戸、オホーツクとかね、ありますんで、まあいいんじゃないでしょうか。で、福岡とか、あ、福岡じゃない、静岡からもね、えー、札幌、4500マイルで、 え、片道へ行けますんでね。結構多いですね、今回。北海道路線。で、えー、そうですね。まあ、今回、えー、那覇路線がね、新潟、那覇っていうのがね、 今回出てますんで、片道6000マイルなんですけども、本来ね、ここ片道1万マイルかかる路線なんですよね。新潟、沖縄っていうのは。これが6000マイルで片道出てますんで、往復で12000マイルでね、新潟、沖縄行けますんで、この路線いいですね。っていうか、沖縄路線いいですね <laughs>。ちょっとね、新潟から沖縄えですんで、東京ね、 沖縄ちょっと出てほしいなと思うんですけどもね。やはりあの多分その路線で、あのその路線は多分 <laughs>、まあ修行路線っていうものもありますけども、まああの、普通にね、あの、セールしなくてもおそらくですけども、ある程度席が埋まる路線なんでしょうね。なかなか、この特殊マイルにはね、東京那覇っていうのはなかなか見ないんで、まあちょっとね、この、 出てほしいなと思ってる路線ではあるんですけども、なかなか見ないですね。えー、新潟、沖縄、えー、あとね、福岡、札幌っていうのもね、ここも、えー、本来9000マイルだったかな、えー、の路線が、えー、6000マイルでね、利用できますんで、えー、いいですね。ぜひ、新潟、 沖縄ぜひ、もし新潟近い方はね、利用してみてはいかがでしょうか。まあ、この今回のね、今回のてかこの特旅マイルキャンペーンっていうのは、まあ、ちょっとね、ANA のキャンペーンっていうのは、あのー、ちょこちょこやってるんですけども、なかなかね、あのー、調べるのが面倒くさいと思いますんで <laughs>、ちょっとね、動画に撮らせていただいて、ま、あ,あの知らない方、見れ、えー、簡単に見れればいいなと思って、この動画作ってさして 作らせていただいております。まあ、今回はね、本当に簡単な動画になってしまいますけれど、ANA <laughs> でね、今週の特旅マイルキャンペーン、予約期間は10月の9日から15日、で、えー、登場期間は10日から16日となっておりますんで、もしね、マイルあるっていう方はね、ちょっと突然休みが取れたりしたタイミングだったら本当にいいですよね。うん。 本来の少ない、本来よりね、少ないマイルで往復できますからね、えー。私のチャンネルはね、こういう ANA、ANA マイルのことを、えー、中心に、えー、紹介させていただいてるんですけども、えー、クレジットカード、えー、飛行機レビュー、あと、マリオット、えー、ホテルレビューですね。あと、えー、私の大好きなニューヨークの街、あとお得情報なんかもね、紹介させていただいております。 まあこの動画はね、ちょっとね、あの <laughs>、すっごい簡単なんで <laughs>、あの、高評価っていうよりかは <laughs>、今週の特、今週の特旅マイルキャンペーンこんな感じなんだぐらいしか皆さんあんまり思わないかもしれないですけども、もしよかったら高評価 <laughs>、チャンネル登録ぜひお願いいたします。えー、私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただくととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。